じゃあ復元力は、私たちが瓶をふって吹いたら、この質量はまあ見えないけれどちょっとだけ瓶の中に押し込められますよね。空気が中に入るというのは、うん、中にいた空気が外に出ます。それはかなりゆっくりとしたものの見方であって、空気をなんかもっとコルクみたいなものだと思うんで、ここに詰まってる空気がある瞬間めっちゃすごいスピードでピュッと下に押し下げられる。中の空気がピュッとなるということは、はい、中の空気が元に戻ろうとするんですねそうですよね。吹く前はまあ大気圧である体積でもって存在しているわけなんですけど、この瓶の中の空気がこうちょっとだけ押し下げられた時に体積がちょっとだけちっちゃくなって、逆に圧力が少しだけ上がります、はい、ここになんか仮想的な空気を考えて X だけギュッと中に入ったと考えますか、はい、そうすると、瓶の容積は瞬間的に V0 から AX 断面積に変位をかけた分だけ縮まりますね。そうすると圧がどれくらい高まるか計算できますか、この P。 例えばボイルの法則は、ああ聞いたことある、圧力と体積をかけたものは一定に保たれますよって、これは空気の振動が等温変化する場合に成り立っています。この実験でもそう思いますか。うん、等温変化じゃない変化として断熱変化っていうものがあります。空気がギュッと圧縮された時にわずかながら温度が上がる、その上がった温度がですね、速やかに外側にこう逃げて周囲の気温と一定のまんま圧縮したり膨張したりを繰り返す、もし状況がそうだったらこれは等温変化って呼ばれているものになる。実は私たちが今考えたい変化は断熱変化で、熱は外に逃げない。それはですね、振動がめっちゃ速くて逃げる間もないってことなんですよ。こうギュッてなった時に一瞬温度が高くなってすぐに熱が外に出ようとするんだけれど、その前に首の空気が上側に持ち上げられる。そうすると今度は膨張しますね。膨張した時に今度は逆にちょっとだけ温度が下がります。だから振動のスピードの方が熱が逃げようとするスピードよりか速いんですよ。それによって等温変化じゃなくてほんのわずかながら温度が高かったり低かったりする振動する変化が起きていると考えます。断熱変化を表す式は、P×V のガンマ乗っていうものが一定になる。ガンマはですね、低圧比熱と低積比熱の比って呼ばれてて 1.4 くらいなんだ。この関係式を使って体積が V0 から V0-AX だけ縮まった時に圧がどんだけ高まったのかちょっと計算してみたいと思います、はい、P0V0 のガンマ乗が P×V0-AX のガンマ乗、まあ確かにこれは起きている現象というか私たちがこう耳で聞いているものと今考えようとしていることがかなり違ってるよね、はい、これを考えた人ってすごいよねめちゃくちゃ想像力がたくましくない。こっちをこっち側に移行して、はい、分数で書く代わりにマイナスにしました。でこの部分なんですけれど、近似的には 1+V0 分のガンマ AX、 例えば 1+X の事情とかだったら 1+2X+2X 事情じゃないですか。ここは 0.1 とか1に比べてちっちゃい数だったら真ん中は 0.2 だけどこっちは 0.01 になるから、ほとんどこの最初の2項目で値の大きさが決まる。 V0 って今 200ml なんですよ。それに対して AX っていうのはこのコルクが動いた体積ですよね。相当ちっちゃい。
ということは、最初の2個目だけ取ればいいなって思う。大気圧が P0 で内側の圧力が瞬間的に P になったとする。そうすると P-P0 っていうものに瓶の口の断面積をかけたものだけ復元力が発生すると、まあ考えますよね。 A 次乗ガンマ P0X みたいなつまり変異に比例して復元力が発生してるって式になってますよね。バネと同じなんですね。でオメガ次乗は M 分の K だったから、今 M はロー A の AL、 K は、まあ、この部分です。これが周波数を決める式になってる。調べてもらったんですけれど、空気の密度は標準状態で 1.293kg/立方メーター、 大気圧は、1013ヘクトパスカル、 L は瓶の首の長さで、これはどこを首にするか今から仮定しないといけないですね。それから瓶の断面積、これあれじゃんね、瓶の首がさちょっとこう広がってってるから、まあでもこの部分で考えますか。はい、はい、で読んで18.8ミリ、はい、2.776平方センチメーターぐらい。 L どうする？周波数から L を決めておいて他の結果を利用するってんでもいいけど、1.293×V0 は200ミリリッターってことは200立方センチなので、メーターの単位に直しておきますね。 2π×259Hz、 2.776×10⁴ 1.4×1013、5.7 センチか。だいたいこのあたりですね。ちょうど瓶の肩の部分。まあ、この値を使うと、200ミリリッターの容積で259ヘルツの音が鳴るっていうように、まあ、私たちは式を作ったってことになりますね。これで、砂の結果と、水の結果をちょっと調べてみようかなと思います。今比例定数を全部まとめて、例えば V0 イコール F 次乗分の B みたいに書いてしまえば、 V0 ダッシュも同じ比例定数で書けるはずだから、 V0 分の V0 ダッシュっていうのを使ったら F 次乗の比になるでしょ。で今私たちは基準となる V0 と F は 200ml で 259Hz だっていうのを使います。そうすると砂の場合の実験結果は 269Hz だったので、これを計算すると 185ml、 水の場合の実験結果が 286.5Hz、163ml。 水を入れた容積を減らした時はここの空気が163だっていうんですね。ここが砂だった時は、185、まあ今水と見かけ上同じくらいの容積だけ入れてたので、砂の外側の部分には 163ml の空気が入ってて、砂の間隙に含まれている空気は185の163じゃなかった部分、つまり22で、今水の容積を200と163の差から推定してみると、37か。この砂の見かけ上の体積も37くらいだったとすると、37分の22が砂の間隙だったことになります。 59、60% ですね。だいたい土壌って半分半分くらいですよね。まあ、当たらずとも遠からずっていうか別の方法で普通は測っている土壌の物理性を、音を使うことでも推測することができるんじゃないかなっていうのを分かってもらえたんじゃないかと思います。
この計算で表すことができていない結果っていうのがあるんですけど、気づきましたか？さ、スペクトルを見た時に最初にピーンってこう立って、でここら辺になんかすごいちっちゃいのあったじゃん。はい、これそもそも出発点からしてこれは一つの周波数しか計算できないようになってましたよね。で出発点っていうのはこのオメガ二乗イコール m 分の k だったわけなんですけど、これは一つの質量と一つのバネの成分しか考えてなかったです。それが3つある。ああ、そうなんですね。3つどころじゃないんですね。実は重りとバネのセットが、複数個ないと複数の周波数を出せない。はい、じゃあお腹が空いたし終わりますか。ありがとうございました。はい、皆さんもお疲れ様でした。